はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、それからですね、その他アルトコインをですね、まあ、10通貨以上ですかね、こう、バーっと流しながらですね、今の状況、それから今後のですね、戦略なんかをですね、アップデートしていきたいなというふうに思っております。今日が2021年の3月の21日ですね、日曜日、週末ですけれども、今がですね、19時27分ですね、ちょっとこの後ですね、グローベーズメンバー限定の、ライブがですね、21時からあるということですので、今日注目のニュースはですね、割愛させていただいて、こうチャートをどんどんですね、切り替えながら僕のですね今思っている感情もそのままですね、まあお伝えしていくような動画にですねできたらいいなというふうに思っております。早速ですけれどもビットコインのですね相場分析から入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはですねビットコインから見ていきたいと思います。その前に今日のですね仮想通貨市場なんですが、ここがですね変動率ですね、これトレーディングビューというチャートなんですけれども、この変動率でここがですねドル建てのチャート、通貨がですね並んでいますが、まあほとんどですねこれマイナスに今なってきているというわけですね。まあ一部ですねBAT やエンジンコインなんかは 1%、3%、まあ、上昇してきていると、前日比で言うとですね、はい、そういう風な通貨もあるんですが、ほとんどの通貨はですね、今下げているという風な状況です。まあ、ここまでですね、週末下げという風なですね、状況が、まあ、ずっとありましたので、まあ、このぐらいの下げはですね、まあ、覚悟しておかないといけないかなというところなんですが、特にですね、ビットコインなんかはね、4時間足レベルで見ても、結構ね、強めの挙動を示していましたので、まあ、5万8000ドルをですね、下に抜けてしまってからの勢いがですね、まあ、強かったかなというところで、まあ、やや大きめのですね、まあ、下げにはなっているということですね。まあ、そのあたりをですね、今日は日足レベルでバーッとですね、こう見ていきたいなというふうに思っております。まずビットコインですね、今の価格が5万6000ドル付近ですね、日本円で言うと、614万円ということで、まあ、前日比で言うと 4% ぐらいですね、下げているような状況です。で、5万8000ドルのですね、このラインを今ね、抜けておりまして、次のですね、5万6000ドルラインを試しているというふうなですね、状況になっております。まあ、これに関しては確かにですね、まあ、4時間足レベルで見ると、短期中期の移動平均線がですね、あって、これ3時間足ですね、ごめんなさい。4時間足レベルで行くと、ここですね、注目のポイント、まあ、5万8000ドルと短期中期がですね、サポートしていましたので、まあ、これ強いかなというふうに思っていたんですが、ここをですね、抜けてきてしまったということですね。で、まあ、損切りラインとしてですね、一旦、まあ、見ておかないといけないのが、この5万6000ドルラインなわけですけれども、今ですね、一応この5万6000ドルで、なんとかサポートされているような状況ですね。で、大きな目線で見たときに三角持ち合いの形になっているという状況です。で、この後の展開ですか、ですけれども、はい、日足レベルで戻しましたけれども、日足レベルでですね、やはりちょっと警戒したいのは、この MACD ですね、MACD がデッドクロス気味になってきていると、RSI もですね、下向きになってきているという状況があります。まあ、これはですね、週が明ければね、また話は全く変わってくるかなと思っていて、例えば日経だったりとか、ダウがですね、で週明けどういう風な値動きを起こすのかというところですね。まあ、先週はですね、日経もダウもね、下げていますから、まあ、上げて始まるんじゃないかなっていう風なですね、まあ、観測が広がっているという状況がありますので、まあ、そのあたりとですね、連動してくれば、この MACD なんかはですね、否定できるかなと。まあ、状況が状況ですね。やっぱり週末なので、週明けからですね、大きな展開に変わってくる可能性があるかなというふうに思っています。ただ、セオリー的に見ると、やはりですね、ちょっと警戒したいところかなと思いますね。今ですね、ビットコインに関しては大きなですね、上昇平行チャンネルの中で動いているという状況はですね、ずっと言ってきたかと思いますが、その上昇平行チャンネルをですね、下抜ける、までですね、下げるポイントっていうのが、この5万2000ドルですね。ここはもう、本当にですね、トレンド転換が起きるかどうかの、本当に大きなですね、分岐点になるような価格帯じゃないかなと思っています。なので、まあ、今ですね、ここ、レジスタンスされて、一旦戻ってきて、サポートに変えてっていう風なですね、大きな目線で見た時のロールリバーサルですね。はい、そういう風な形に、見えなくもないということで、5万2000ドルまではですね、まあ、以前から言っていますが、ここまでの戻しっていうのはですね、覚悟しておかないといけないかなと。この三角持ち合いを割られた場合はですね、ここまで落ちる可能性が、見えてくるということですね。ただ、ここではですね、大きく買われてくると思います。さすがにここはですね、大きな買い場になってくると思います。で、この買い場でも買われなかった場合は、もう一旦ですね、4万4000ドルぐらいまで、落ちてきて、これは完全にですね、トレンド転換になってくる可能性があるということですね。大きな目線で見たときに、三尊天井のようなですね、形を今後ね、作りに行くような展開に、なってしまう可能性がですね、示唆されるような、拡大ですね、4万4000ドル。で、それまで行くにはですね、やはりこの5万2000ドルが最後のね、取り出になってくるというふうな状況かなと思っています。まあ、ここで止まれば、まだですね、安値を切り上げていますので、そんなに問題ないんですが、ここを抜けてしまうと、かなりやばくなってくるということですので、まあ、今の下げはね、ちょっと気になるところではありますけれども、しっかりですね、この三角持ち合いを下に抜けるかどうかというところをですね、静観して、5万2000ドルまで下げたら、そこからですね、買っていけばいいかなというふうに思っております。で、まあ、現物の方はですね、そこで、まあ、全力で入るんじゃなくて、しっかりですね、この4万4000ドルまで落ちたとしても、まだ余裕
裕があるよと、まだ入れるロットがあるよということですね。安くなった時にやっぱり買いたいわけですよね。そうなった時のために全力でお金を使っておくのじゃなくて、しっかりね蓄え残しておいて、もっとねディスカウントされた時に買っていくっていう風な、まあ現物志向ですね。そういう風な戦略でですね、現物の方はまあ待ち構えておくと、そんなにですね心理的にこうハラハラすることなくてですね、いつもの心理でやっていくことができるんじゃないかなという風に思っております。まあ、貯金のところキーになるのがやはり5万8000ですね。上は5万8000、まだまだですねこれ反発して上に行く可能性も当然ありますので、5万8000、それから5万6000、そして5万2000ですね、このあたりの拡大を中心にですね、週明け相場見ていけたらいいかなというふうに思っております。まだ5万6000でね下げ止まる可能性全然あるかなと思っています。まあ、これは予想ですけれどもね。はい、ということで次ですね、イーサリアム見ていきます。イーサリアムに関してはそんなに下げてないですね。1770ドルということで、まあイーサリアムの方がもっと強い展開ですかね。日足レベルでいくと、短期と中期のですね移動平均線下にねこれ控えております。でまあ上がですね1870、下がですね1700と、このレンジの中で動いているわけですが、その中でですねこう横横ずっとしていたあの中で今ですね短期と中期が今下からですね上に向かっていっていると。まあここにぶつかってくるポイントが本当に今日それから明日になってくると思いますので、そこからですね一気に跳ねていく、そして直近最高値である、まあ過去最高値でもあります2030ドルですね、このあたりを、まあ抜けてくるような展開になるか、まあその前にですねここですよね、1880付近のこの水平線を抜けていくことによって大きくですね上が開けてきますので、そこからの上昇が期待できるというふうなですね状況になってもおかしくないかなと思っております。まあ MACD もそんなに見どころはないですね。プラス圏でまあ横ばいで、 RSI ももう横ばいですので、これは今のところはですね、そんなに見ていく必要はないと、あくまでですね今のところはこの短期と中期の移動平均線にぶつかった時にどういう値動きをするのか、基本的にはですねサポートされて上に行きやすいっていうところだけですね見て、あとは価格帯的に1870を超えられるかどうかですね、ここをしっかり注目していただければいいんじゃないかなと思っております。次は XRP ですね。 XRP に関しては大きなですね三角持ち合いを抜けました。そして短期中期にですね支えられて上に上がっていきました。このあたりに関してはいつもですね4時間足レベルで見ていますけれども、まあ以前からですね上げるんじゃないかって言っていたポイントですよね。はい、ただですね、まあ、ちょっとねこの出来高が上がっていないっていうところは、ちょっとね気になるところではありますが、XRP に関してもですねこの三角持ち合い抜けて、短期中期をしっかりねサポートラインに変えて伸ばしていって、55セントですねここは意識されてないんですけれども、ここでレジスタンスされて、まあ今のところ50セントで止まるかどうかっていう風な展開ですね。はい、ここで下抜けたとしても、またですね短期中期の移動平均線が上を向いた状況で、下支えされてくるという風な状況になってくると思いますので、ここはですねまだまだこう中期的に見ても買いのポイントですよね。一旦もっと下げたとしてもそこでしっかりですね仕込んでいけるようなですねロット管理をまあしておくということがですね今求められる戦略じゃないかなと思っております。中期的に見るとやっぱりリップルですね、ここの63セントとか、もう少し行くとですね75セントとか、このあたりまでのですね上昇は、今のところ見込めると、ここからのですね初動じゃないかなと、ここまで上がるための今ですね初動の状況じゃないかなというふうにですね見えますので、まだまだですねこれは強気で攻めていっていいかなというふうにですね個人的には思っているところです。続きましてネムですね。ネムに関しては一旦ですねこれスナップショットやシンボルのローンチなんかでですね一気に下げたわけですけれども、そこからずっと横ばいが続いているという状況ですね。で RSI 的にですねもうそこを打っているようにも見えるんですが、やはり直近のですねネムの爆上げ前のですね RSI のこの下がり方ですね、それを見ていくと、30を切ってるんですね。こことかだと26ぐらいまで下がっていますし、ここもちょっとチャート出ていないですが、この20、ここですね2020年の3月ぐらいのところですね。はい、このあたりからですね一気にまあ上がっていたコロナショックのところですけれども、ここも27ぐらいまで下げています。それぞれですねここのその27とか28、そのあたりをですね起点としてあれせがそこを叩いてからのですね上昇というのがまあ直近のトレンドになっているわけですが、今もですねまあネムのね、これほど大きなですね下げ幅っていうのは過去を見てもですねそんなにないというぐらいですね下げているわけですけれども、それでもですねまだ30を切っているわけではないんですね。なので、もう少しこれ下がってもおかしくないかなというふうに見えてきましたね。ただ今ね35セントですけれども、まあ、もう少し下げてですね例えば30セントぐらいまで行く可能性は十分あるかなと思っています。もしくはもう一段下げて26セントですね、ここまで下げる可能性もなくはないかなというようなですね見方ですね。でそのあたりからですね MACD が徐々に上がってきてシグナルを超えてですねゴールデンクロス、そして RSI もそこを打ってからの上昇ですね、そういうふうな展開になる可能性があるかなと思っていますね。今のところまあダブルボトムをですね形成しに行っていますので、そこからのですね展開がNEMに関しては期待できるところかなというふうに思っております。次は IOST 見ていきたいと思います。
はい、IOST に関しては3号持ち合いで抜けて一気にですね、上がっていきました。そして今戻しているポイント 5.3 セントですね。やはりここが起点となっていると。IOST に関してはかなりですね、今日の上げが強かったわけですけれども、今のところですね、この 5.3 セントで、サポートされるかどうかっていう展開ですが、まあこれ下げ、抜けたとしてもですね、まだまだ強いですよね。MACD がですね、久しぶりにゴールデンクロスを作りました。前回つけたのが2月7日ということで、ここのゴールデンクロスからは一気にですね、上昇、ということで、7セントぐらいまで、まあ上昇したわけですけれども、もう一度ですね、ここからのゴールデンクロスによって、次はですね、8セントとか、8セントを超えていくような展開になってくる可能性は十分考えられるかなというふうなですね、相場展開ですね。次、ビットコインキャッシュはですね、ちょっと弱含んできたかなという状況ですね。短期、中期を、下に抜けてきております。この水色ラインがですね、歴史的ラインになるわけですけれども、この価格帯まで入ってきた時にですね、長期の移動平均線にぶつかるわけですけども、ここがまあ最後の砦かなと。これを抜けていくと、かなりですね、やばくなってくるかなという状況でして、今のところですね、もう少しこれは、静観していくべきかなというふうに思っております。まあ、現物に関してはね、この水色ラインで買い足してってもね、僕はいいかなと思っています。で、最終的にはですね、この370ドルのこの水平線ですね。はい、ここまで下げると、かなりですね、これは悲観ムード。まあ、長期的に見てもですね、この、三尊天井のような形を作っていくというふうなですね、価格帯が、この375ドルですね。ここ抜けたら、まあ、まずいですけれども、この価格帯ぐらいでですね、止まる分には全然ね、まだまだ中期的には上げていくような展開じゃないかなというふうに思っております。次、ファクトムですね。ファクトムは直近ですね、ずっと注目しているわけですけれども、日足レベルでですね、大きな三角持ち合いを作っているという状況の中で、短期と中期の移動平均線に今支えられているような展開ですよね。はい。今日は若干ね、押されていますが、まだ日足レベルで見たときにですね、そんなにこう、致命的なですね、模試にはなっていないと。で、この三角持ち合いの収束ポイント4月6日ですので、それまでには決着がつくわけですけれども、直近ですね、この本当に短期中期の移動平均線が肝になっていますよね。はい。ここでしっかり乗っかって、この三角持ち合いをですね、上に抜けていくような展開まで持っていけるかどうか、ここがですね、直近の注目ポイントですね。拡大的には、まあ、2.5 ドルぐらいですね。ここを抜けたところから一気にですね、爆上げが始まるというふうなですね、シナリオを今考えております。次、ポルカドットですね。ポルカドットに関しては昨日ですね、久しぶりにまあ解説していったわけですけれども、昨日のですね、高値、チャレンジね、これ抜けるかなと思ったんですが、抜けきれませんでしてね、また戻してきているわけですが、ちょっとね、中期的に見ると、こういうですね、平行チャレルで動いているかなというふうな、考察を今持っています。で、この中線でずっとレジスタンス、まあ、ここをですね、平行チャンネルの上限値に設定してもいいんですが、あえてですね、ここの高値をですね、上限値まで引っ張って中線で意識しているというふうなですね、ラインを作っております。その中でこの中線をですね、意識されて上に行けないっていう展開があったわけですが、今のところからですね、本当にもうこの上限、平行チャンネルのですね、下限値ラインですか、ここのラインをですね、当たってくるわけですね。で、これよりですね、まあ、抜けていくとちょっとね、一旦戻してくる可能性があるわけですが、今のところはですね、短期的に見ても高値をですね、こう切り上げていると、数日間ですね、高値を切り上げているっていう状況と、あとですね、短期の移動平均線もこれ下に控えていますし、いよいよですね、下限を、切り上げているラインも、まあ、迫ってきているという状況ですので、ここからですね、上がっていく。そして、まあ、目標ポイントとしては46ドルとかですかね、はい、まあ、48ドルぐらいまでかもしれませんが、まあ、いずれにしろですね、直近最高値の43ドルとか44ドルぐらいのところですね、はい、これを抜けてから一気にですね、この平行の中線をですね、抜けてくるような展開からですね、一気に爆上げが始まるという風なですね、展開になっていく可能性は十分考えられるかなと思います。まあ、その頃にはこの MACD もですね、ゴールデンクロス完成していると思いますし、RSI もね、上向きに変わってくると思いますので、この平行チャンネルの中でのですね、ここ最終ポイントですね、具体的には3月23日とか4日、それまでにはですね、大きく動いてくるんじゃないかなという風に思っております。次は BAT ですね。BAT 今上げて戻ってきていますが、もう少し押しそうですね。0.8 ドルぐらいまで落ちてきてもおかしくないかなという状況ですね。まあなんとかこれ、1.09 ドルですね。の水平線でサポートされそうな形になっていますが、ちょっとこれ弱そうですね。はい。一旦まあ下げてもおかしくないかなと思っております。エンジンコインはですね、この3個持ち合い抜けましたね。ずっとですね、この、短期的な上昇のトレンドラインでですね、サポートされながら上に上がっていったわけですが、まあ、日足レベルで見るとですね、MACD も、デッドクロスを完成させそうになっておりますので、ちょっとね、これは厳しい展開が、引き続き続いていくかなと。まあ、どこまで戻されるかちょっとね、これは難しいところですが、一つ目はですね、この2ドルですね。はい、2ドルのところが意識されるでしょうし、まあ次に 1.5 ドルとか1ドルのところ、まあ切りのいいところでですね、やっぱり直近のところは、意識されているかなという状況ですね。まあそれ以上下げるってことは今のところ考えづらいかなというところで、まあこういう
こういうラインでですね、しっかりロット管理して、ここまで押してきたら分割する、ここまで押してきたら分割するっていう風なですね、まあ、現物に関しては買い目線でですね、やっていけばいいんじゃないかなというふうには思っております。最後にクアンタムですね、見ていきたいと思いますが、クアンタムもですね、今が 6.5 ドルということなんですが、下にはですね、短期中期の移動平均線が控えております。で、水平線的にもですね、5.7 ドル付近ですね、この水平線もしっかり効いていますので、まあ、下はですね、ある程度硬いかなと。まあ、上も上でですね、7.5 ドルのこの、水平線ね、歴史的に意識されたこの水平線がですね機能しているわけなんですけれども、まあただですね、直近のところは数日間ね安値を切り上げている状況の中で、しっかり短期中期にですねサポートされるような展開になっておりますので、これはまだまだですね、強い展開、そして 7.5 ドルをですね抜けていくような展開もですね、これは可能性としては十分考えられるんじゃないかなというふうに思っております。週明け相場ですね、ここは注目したいかなと思っております。はい、ということで今日はですね、何通貨見ていったか覚えていませんけれども、まあこんな感じでですね、今日の状況はほぼ横ばい、もしくはですね一旦ね下げているような展開かなというふうな状況ですね。ただまあそれぞれですね、そんなに悲観するような状況ではないというふうにね、思っておりまして、むしろですね、あるところにいくつかに関してはやはりねチャンスになっているようなところもありますので、しっかりですねここから分割エントリーしながらですね、まあ上に向けてですね、目線は上に向けてトレード戦略をまあ構築していくというふうなですね、見解を個人的には持っているところです。皆さんでしっかりですね考えて判断していただければというふうに思います。ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。